え、すごいやん。何これ。前回の動画でペルーのことクスコを散策したソタリオ、今日はそこから一泊二日で念願のマチュピチュに行ってきます。こんにちは、ソタです。こんにちは、リオです。ソタリオは現在世界一周38カ国目のペルーのクスコに滞在しております。ペルーのクスコといえばマチュピチュということで、今日はソタリオマチュピチュ遺跡に向かいます。はい、ただいま朝の6時で今はバスを待っております。じゃあまずはマチュピチュまで向かうので頑張っていきましょう。マチュピチュまでは1人100ドルのツアーを予約、宿から迎えが来てくれて、そこからはバンに乗り継いで向かいます。バンの座席は割と広めで快適。まずはバスで7時間マチュピチュ村まで向かいます。途中こんな山道があるから酔い止めは必須。整備されてない道路も通った。ここ落ちたら崖、めちゃくちゃハラハラした。7時間ぐらいバンに揺られてお昼ご飯の場所にやってきました。到着しました。お昼ご飯です。自腹で食べようと思ったらだいたい1000円前後、山奥にあるからペルーの食堂にしてはやや高め。やってきたのはローモサルタド、ペルーの伝統料理で中華風の味付けがされとるのが特徴的。さあ、それでは今からトレッキングの開始です。こんな感じで最初にまずは自分の名前とかを書いてます。ソタリオは電車を使わず歩くということでね、ここから 10.4 キロひたすら平坦な道を歩いていきます。お、結構歩くね。さあ、線路が見えてきましたね。ここから電車か徒歩か選べるってこと？はい、そうです。お金を節約したい人はここからずっと歩いて、お金に余裕のある人はここから電車が出てるみたい。我々は歩いていきます。こんな素敵な景色を見ながら歩くなんて、ね、なかなかない経験やからルンルンで歩いてく。途中ちょくちょく売店みたいなんかがありました。この目の前に見える大きな山の後ろにマチュピチュがあるみたいです。なので今からぐるーっとマチュピチュ村まで回っていく感じだね。え？あ、ひたすら線路の上を歩いていくんやけど、たまにこんなスカスカなところも歩くよ。前日に大雨が降っとったらしくて川がすごい濁流です。うわ、すごいねこれ。ディオ、スタンドバイミーは見たことないよね。ディオ、こういうところ歩くシーンがあるよ、スタンドバイミー。橋の上、そうで電車に追われるっていうシーンがね、まさしくそれや。すごいね。どんな感じ？ディオ、怖いです。怖い？だってこの感覚で空いとるわ。あー、そういうことな。ちょっと行ってみよう。あ、怖いわ。こんなん渡れやん、渡れやん。線路は人一人はまるぐらいの感覚で、落ちたら濁流域やからめちゃくちゃ怖い。一応線路の横にこんな風に歩道があるから、こっちを歩いていきます。そして線路の上を歩き続けて1時間半。さあ、歩き始めて今約1時間半が経ちました。まあフラットやから全然疲れてないですね。結構歩きやすいな。まああとは砂利道はちょっと歩きにくいけどな。ああ、けど思ったより全然過酷じゃないな。高低差がないです。うん、超楽、うん、し自然も多くて気持ちいいな。うん、いいわこれ。来てみる。いいね。じゃあ、あと何キロか分かりませんが、頑張りましょう。なんと、ソタリオが来る前日に土砂崩れ、線路が崩壊して、行方不明者3名の事件があったそうです。ここら辺は地盤が緩くて、しょっちゅう土砂崩れが起こるんやって。それにしても、昨日歩いとったわけじゃなくてよかった。運が良かった。ジャングルに行くみたいです。なので、迂回する必要性があるみたい。道が崩壊して通れやんっていうことで迂回ルートを行くらしい。まさかまさかのジャングルの中を歩いてくみたいや。木をかき分けて安全のためグループで固まって進みます。ドジなリオはこういうところで真っ先にこけるタイプやから慎重に歩きます。なんか前々回のアマゾンツアー思い出すような道のりやわ。とりあえずジャングルは通過。土砂崩れの翌日、工事の方たちが早速修復工事をしています。壊れちゃってるね。お疲れ様です。地盤が緩く足場も悪いから怖いです。普通に歩いとるように見えるかもしれんけど、歩いてく道選ばな泥にはまって足が抜けやんくなります。虹が出てる。迂回ルートお疲れやなって天気が言ってくれとるかのように虹が出とった。肉眼やともっとはっきりと映っとったよ。泥は足が持ってかれて沈みそうやし、岩の上は滑りやすい。思いがけやん迂回ルート、結構神経使います。え、やばっ。次の難関はおそらく一夜で作られた手作りの橋。落ちたら濁流。ああ恐ろしい。あんま怖いこと考えやんと淡々と進みました。その後も足場が悪すぎて膝ぐらいまで泥にはまってしまった子もいました。やばいな。あと 1.7 キロくらいです。マークっぽくやな。うん、頑張りましょう。ディオ、見えてきたな。
10.4キロ、過酷な迂回ルートを通って3時間歩き続けてようやくマチュピチュ村に到着しました。迂回ルートがあったからかなんかすごい疲れた。まあでも無事到着して本当よかった。明日の早朝からマチュピチュ行くっていうことでね、村に着いてからはまずは早速マチュピチュ遺跡までのバスチケットを買いました。遺跡までは歩いて行けやんくもないけど、今回はソタリオバスに課金します。片道1人12ドルまたは 45.64 ソルです。さあということで宿に到着しました。到着してあったかいシャワーを浴びたところ、はい、超あったかかったな。シャワー超あったかかった。ここはね、ホテルもツアーの料金に含まれてるので、またツアーの詳細などは最後の動画で紹介します。ということでここの景色めっちゃ良かったからちょっと一緒に見ようよ。え、日本じゃね、なんか岐阜県みたい。あ、わかる。うん、岐阜県のゲロ温泉にめっちゃ似とるよな。なんゲロ温泉みたい。こんな感じです、ゲロ温泉。すごい、ほんと温泉街みたいやな。温泉はなかったけど、まあな。けどシャワーは最高に暖かかったな。最高。南米旅で一番暖かかったくね。ブラボー。疲れました。うん、この歩く旅は疲れたよ。長かった。長かったな。思ったより結局3時間かかりましたね。だってなんでかっていうと線路が壊れとったらな、あ、迂回しやなあかんない。そうだね、もう迂回の道がな、アマゾンツアーのジャングルみたいやったな。そうやな、大変やったわ。ということでね、夜の7時から、夜ご飯を食べに行きます。この夜ご飯もこのツアーに含まれてるので楽しみですね。じゃあ行きましょう。ということでね、夜ご飯のレストランにやってきました。スープとメインディッシュとそれぞれ自分の好きなもんが選べて、リオはキノコのスープ、ソータはチキンスープにしました。南米ってさ、キノコ少ない気がして、違法の方じゃなくて普段食用とするもんの方な。久しぶりに食べたんやけど美味しい。メインはね、ソータはお肉のステーキみたいなやつにしました。結構しっかりとした硬さの肉で美味しいです。まあ、可もなく不可もなく。そしてリオはトゥルッチャをチョイス。トゥルッチャとは日本語で言うとマス。湖でよく取れるらしくて、ペルーでは主流のお魚です。味は結構魚臭かったんやけど、まあ、ここのレストランだけなんかもしれやん。デザートはちっちゃいパンケーキ、なんかこうお手軽なバイキングとかにありそうなやつでした。はい、じゃあホテルに戻ってきました。明日はね、なんと朝の5時に朝ごはんを食べて、朝の5時50分にはマチュピチュに向かいます。わー、早いな。早いな。ということでもう9時なので寝ましょう。おやすみなさい。次の日朝5時前に起きて5時に朝ごはん。こんな早朝に食べるのはきついけど、まあこれもツアーに入っとるし食べます。おはよう。おはよう。よく寝れた？あ、もう気絶するように。うん、寝た。はい。でただいま朝の6時です。朝食も食べ終わって今から本命のマチュピチュを向かいます。楽しみやな。 The weather is perfect だってなあ。持ってますね、太陽神。やっとるわ。おー、すごい、もうなんか神秘的やもん、街が。なんか日本の温泉街にいると言っても過言ではない、ね、景色がすごいな。じゃあ向かいましょう。まだ朝6時やのにみんな早いな。こんなにバス待ちの人がおります。マチュピチュ遺跡までのバスは、まあ、そんな距離ないねんけど、なかなか快適。歩くんやったら坂をひたすら9キロぐらい登らなあかんです。こんな感じのくね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 っていう道をひたすら登っていきます。到着しました。結構曇ってるな。曇ってるってか霧に囲まれてる。ああ、でも晴れとるわ。さすが晴れ女。ここが入り口です。すごいワクワクするな、この奥ってことやな。さあ、パスポートがねいるので絶対にパスポートは持ってきてください。あとは俺らツアーで頼んでるからチケットはいりませんでした。楽々楽々ですね。ここからですね、入り口は。めっちゃさ、なんかすんない、あそこの山。ほんまや、千人おりそうやな。いよいよマチュピチュ遺跡に入りました。ずーっと夢見とった場所、ドキドキする。どこがマチュピチュでしょう。あの霧で見えやんな。まだ見えないね、何を。上行ったら晴れるよっつって。大丈夫、リオリオがおる。視野晴れてきとるよな、なんかさっきより。ちょっとずつ晴れてきた。ここからが本当のインカの道らしいです。ここからがインカ時代に作られたオリジナルの道らしいです。すごいな。ちなみにまだ何も見えません。ここがディオ当時の畑。
ここら辺は当時畑として使われとったらしくって、コーンやアボカド、ジャガイモとかを育てとったんやって。えなんと歩いとる途中に階段っぽいのを発見。なるほどな、石を出っ張らせて階段作っとんのや。すご。奥に見えるお家はオリジナルじゃないんやって。対して手前の壁はオリジナルで換気の役目を果たしとったんやとか。お、なんかちょっとずつ見えてきたよね。ほんとゆっくりやけど、ね、霧が晴れてきたような気がする。ここがビュースポットみたいです。ガイドさんおすすめの絶景スポット、この先にマチュピチュ遺跡があるんやけど、まだまだ霧で真っ白です。霧が晴れるまでガイドさんの説明を聞く。このアメリカ人の研究家が1911年初めてマチュピチュを発見したんやって。さっきよりはちょっと見えるようになったかな。でもまだまだマチュピチュって分かるほどではないな。すごいね、だいぶ見えてきた。しばらくはちょっと見えて、また霧がかって見えやんくなるの繰り返し。辛抱強く待つしかないですね。かれこれ30分くらい待ちましたが、見えましたね、かなり。そうだね、かなり見えてきました。すごいね、左側とかもすごいね。うわすごい、天空の城や。じゃん、だいぶ朝になったから綺麗に見えるようになったね。すごいね。ああ、このポンチョも似合ってるな。うん、いい感じ、映えるな。おーすごいね。じゃん、どうですかマチュピチュ。いやーすごいな、ここに住んどったってすごいな。なあ、500から600人くらい。400から500 100人違い。いやすごいわ、これは目に収めとかな、うん、来るのも超大変やし。そうやな。うん、え全然違うよディオ。すごいな。えかっこいい。後ろの山がちょっと見えることで一気にマチュピチュ感が増した気がする。えすごいやん、なにこれ、超綺麗だね。リオたちずっと一番最初にこの場に来てずっと待っとるよな。ずっと待っとる、1時間ちょっとおるね。待った甲斐あったな。全然違う、さっきの動画と全然違う。綺麗、綺麗やな。めちゃめちゃめちゃ綺麗。すごない？この左側の崖の感じもようわかるし、これをねこうやって見ると顔になっとるらしい。ここが頭、鼻、口、顎やって。へえ、すごいね。もうすごい、かっけえ。見える？え、めっちゃかっこいいじゃん。すごいね、なんか奥の方までさ家があるのがわかる。え、もう全然分見えるやん。ディオどうしたんですか？え、マジでさ、この2年くらい一緒に世界を旅してきてさ、雨降った時ないんやけど。旅行する時な、すごくね、観光地行く時大事な日な。ああすごっ、超綺麗やん。しかも今雨季やで。そうやな、うん、なんかさ一番最初に見た時さ、もうその目の前しか見えなかったやん。目の前見えるのと周り見えるのとで全然違うな。後ろのな山が見える、見えや、違うな。全然違う、本当にこれこそマチュピチュやな。それトトロのやつ。そんでさ、あそこのさ広場のところにさっきアルパカおったよ。お前今おらんね。今おらん。しかもさっきガイドさん言っとったけどさ、ここの山もさフラットじゃったんじゃなくて、ちゃんとああいう感じのとんがった山だったらしいの。だからここをフラットっていうことはさ、ここからこうなったってことやな。うん、奥の山ぐらいの山やったってことやろ、うん、それを崩してってことやろ、うん、すごいことするな。すごすぎやろ。だってもう今普通にフラットやもんね、床も。なぜそんな大昔に大きな山をここまで切り崩せたのか。なで、全てほぼ謎ってことやろ。かっこいいな、なんかロマンや。あっち行くのも楽しみやな。うわ、ここに1時間半待っとったで。じゃあ行きましょう、あっちに。いやこれは待った甲斐があるな。すごい虹が見える。虹よりも上にいるっていうね、すごっ。こっちがマチュピチュで、こちらが虹が見えます。ガイドさんに聞いたら昨日はずっと雨だったみたいですよ、うん、でその
リオたちが来る前日は土砂崩れが起こったんです。そう、俺らが昨日歩いたところやな、うん、まああとはあれやな、この時期にマチュピチュ来る人は結構雨の日も多いみたいやから気をつけた方がいいね。寒気に来た方がいいと思う。そう、寒気がやっぱシーズンで、雨季やとどうしても曇りとかっていうのが多いから、まあ運次第らしい。だからよっぽどリオのように晴れ女じゃないと難しいと思う。そうやな。すごいね。これからあっちの村に向かいます。楽しみ。楽しみやな。すごいな、ここからの景色かっこいいな、めっちゃすごい。崖やな。崖やな。怖っ。これ作っとる間にさ、うん、コロ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 ってこけてしまうやんな。え、こけたらもうひとたまりもないよ。ひとたまりもないどころか死んでしまうよなあ。え、待って、こんなフラットなよ、ここすごいな。すごくね。だいぶ前に作られたのにこんなにも平坦やとは感動が止まらんね。後ろのレインボーもすげえかっこいいな。10年ガイドやっとるガイドさんですら、こんな綺麗な虹は初めて見たらしい。ほんと強運や。かっこいい。見飽きんな。見飽きない。見飽きんって言わん。見飽きやん。は？名古屋と三重、たまにお互い理解できやん時があります。まあマチュピチュで方言の話はどうでもよくて、この美しい景色をみんなに共有したい。でもやっぱ肉眼で見る方が神秘的やし壮大。すごいな、リオ。どんどん近づいてきた。人が多いから行列ができてるけど、なんかあのさ、屋根がすごない？本当に屋根も壁も全て石を組み合わせて作られたもの。器用やな。何年も前に作られ、土砂崩れも多い地域やのに、未だにここまでちゃんと残っとんのがほんとすごい。ちょっと入り口ですね、ここが。マチュピチュ遺跡への入り口まで来ました。え、入り口でかっ。よう作ったな。なあ、あの上の石とかやばくない？すごいな。どんな感じ？当時の技術でここまで作られたとは思えやんぐらい頑丈で、びくともしやん入り口です。そうなんじゃない？もう入った。とうとう遺跡の中に入りました。ワクワクしますね。なんと先ほど入った入り口、当時はドアが作られとったんやとか。人間ってすごいな。インカ人がすごいんか。さっき写真撮ってた場所はあそこやな、ディオ。うん、すごい。すごい畑やな、あそこは全部。ここの段になっとるところが畑で、当時いろんな作物を育てとったんやって。いっぱい石が転がっとるなあ。石っていうか岩これを削ったってことやね、多分。当時削ったであろう岩がゴロゴロ転がってます。この建物は通称太陽神殿って呼ばれるもの。暦が分かる場所なんやけど、日々建物は沈没しとるそうで、入れる時間も決まってます。太陽の暦を読む場所ですね。で、朝の7時から10時までしか入れないみたいです。整備された階段を上に登っていくと、頂上にはインティワタナ、太陽暦を決める日時計とも言われとるし、生贄の儀式が行われた場所っていう説もあるみたい。おお、おった。アルパカやと思ったけど、これはラマやな。アルパカはラマよりももっとふわふわしとるよ。すごいこれ。これ階段やん。これ使っとったってこと？落ちてくやん、こんな。怖っ。たまに現れる階段、狭くて急すぎで落ちたら崖で。ディオ、あそこに見える橋が昨日歩いた橋なんやな。なんと昨日歩いた橋が見下ろせました。だからこの川をぐるっと回ってたってことやな。こっからコンドルのように飛べたら近いな。帰るのな、はい、今日これ終わったらハッチまでまた歩かなかんや。10キロ。帰りのことは考えず、まずは目の前のマチュピチュを堪能し尽くさんと。器用に敷き詰められた岩、どこを歩いてもどこを見ても本当に感動します。部屋があったんやな、これが。高く積み上げられた石、当時は何かの部屋だったのでしょうか。すごいな、緻密に作られとる。ワークショップだって。ここ仕事場。セラミックとか、うん、繊維業とか。あー、確かにちょっと広々してるもんな。もう作りを見るたびにな、器用やなしか出てこやんぐらい、ほんまに一つ一つ緻密で丁寧に作られてる。土か。だってあれ、コンクリなんてないもんな。ないと思う。土でこんな硬くなるの？泥みたいな感じ。あー、すごすぎやろ。あの三角形のとかもすごいな、屋根が。これはね、このクネ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 、バスで登ってきた場所やな、これがね。うん、すごで、村が下の、あっちの方か。そう、あっちの方やな。ほんと、昨日山の周りをこうやってぐるっと歩いたやな。で、今日も歩くという
これはコンドルの神殿って呼ばれるもの。翼を広げたコンドルのように見えることからそう呼ばれとる。ここは地上と天界を結ぶ神聖な場所で何らかの儀式が行われとったって言われとる。見て、そこからね、水が流れとる。ほんまや。この水は山の湧き水で、あれがマチュピチュマウント、マチュピチュ山、うん、であそこからこう湧き水が流れて、そこのお家の方に行って、そこからこうやって流れとるみたいな。へえ。湧き水だね。さすが山の湧き水、冷たくて透明度が高いです。前におった観光客はすくって飲んどったけど、ちょっとやめとこうかな。だいぶ終わりに近づいてきたな、うん、すごいな。大満足よ。しかも天気がいい、素晴らしいですね。でもまたちょっと曇ってきたな。そうやな、やっぱ変わりやすいんやな、うん、雨も降りそう。またいやー、マチュピチュ大満足でした。写真や動画よりもやっぱ肉眼で見る方が圧倒的に迫力がある。ということで今から戻ります。はい、出てきました。ということでね、そこからまた次に10キロ歩いて戻ります。はい、しかもそれに合わせて行きはねバスで登ってきたけど、今からはこの山を下ります。マチュピチュの山を、そして10キロ歩きます。だから13キロぐらい歩くか。やば。クスコに向かうバスが2時がタイムリミットだそうです。今約11時なので3時間ぐらい早めに行かなな。ぼちぼち行きましょう。はい、ということで行きはバスで楽に登ってきたこの道を、帰りは歩いて下っていきます。ひたすらこういう階段を降りてくんやけど、昨日も10キロ歩いて、今日は5時前に起きてマチュピチュに滞在しとったから疲れが溜まってだんだん足がガックガックしてくる。さあ到着しました。30分かかった。あと10キロです。マチュピチュ出て下山したタイミングでザーザー雨が降ってきました。遺跡におった時だけ晴れとってほんと運良かった。さあ戻ってきました。レールの場所です。ここから10キロです。しかも雨がやばい。雨の中こっから10キロ、また来た道を戻っていきます。さあディオということで、歩いた先に立ち止まり場所がありました。ここから線路が崩れとるから、警察の人が起きて行方不明になった時用に名簿書いて、うん、ある程度みんな人数集まってから固まっていくんかな。そうだと思う。危ないで、昨日も歩いたところやもんな。崩れとったところやで。じゃあまた今日も気をつけていきましょう。警備隊と一緒に行くみたいやな。警備の人とある程度の大人数で土砂崩れの道を戻ります。なあ、かなり早いな。一晩でな。ああ、すごい早いわ。仕事が昨日めっちゃ時間かかったのに、今日はもうものの数分で行けたな、流れるように。ということで、まあここからあと1時間半くらいです。頑張っていきましょう。頑張ろう。ああ、帰りはマチュピチュの場所がもう分かったから、下からもマチュピチュ遺跡を見つけることができました。リオ頑張れ、あと少しや。ついにゴールが見えてきた。頑張れ頑張れ。あそこのおばちゃんが売ってたバナナ買いました。3本で40円。朝5時に朝ごはんのパンを食べていこう。何も食べてないからお腹すいた。おいしい。さあ頑張ろう。ゴール到着しました。ゴール。疲れた。疲れすぎたな。ということでお菓子とジュース買いました。ゆっくりしましょう。はい、もうツアーの人はいるのでこのまま帰るだけです。はい、正直インカコーラって甘くてあんま飲まんのやけど、これしかなかった。でもたくさん歩いた後の炭酸は最高です。乾杯。いただきます。そしてギッツも購入、うん、運動後の食べ物って何食べても美味しいな。じゃあ今からバスに乗って帰ります。うん、何時間？7時間。さよならマチュピチュ。ということで今からまた7時間ぐらいかけてクスコに戻ります。夜11時クスコに到着。バンの中はずっと爆睡でした。ということで無事に到着しましたクスコ。すごいね、今夜のね11時くらいでかなり寒いですが、治安がやっぱいいね。めっちゃここ南米なのにな。な、やっぱクスコ治安いいわ。ということで1泊2日の弾丸マチュピチュ旅行、きつかったですが楽しかったな。めっちゃ、うん、楽しかった。じゃあちょっと今泊まってるところに戻りましょう。はい、ということで弾丸マチュピチュ旅これにて終了。大満足でした。は
はい、ということで1泊2日のマチュピチュツアー終わりました。このマチュピチュツアーの詳細に関してなんですけど、今回リオたちは1泊2日で食事、宿泊費、交通費、そしてマチュピチュの入場料が込みでした。食費に関しては動画で見てもらった通り、当日の昼と夜、そして次の日の朝でした。朝ごはんはすごく軽くて、まあ、パンとコーヒーっていった感じでした。で、今回リオたちは現地の人のつてで若干安めで1人100ドルでした。現在ね、この地域は雨季ということで、雨季の時期は若干ツアー料金が安くて110ぐらいが相場らしいです。逆に寒季はシーズンなので120から130ドルが相場らしいです。でね、これに加えて電車で行くとなればもっと料金はかかると思います。ということでね、かなりねマチュピチュツアー楽しめましたな。でね、次はねクスコでまた同じくツアーを使ってレインボーマウンテンというところに向かいます。なのでね、次の動画もお楽しみにしててください。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。